んばんは。お疲れ様です。今日はなんか声がサガサなんだけどちょっとあの家に帰ってから誰とも喋ってなかったから声がガサガサなんだけど。服かわいい、ありがとう。かわいいっしょ。なんだこれ、お花この間買ったんです。花垂れだからね。花垂れ公演ありがとうございました。昼夜2公演。花垂れはねめっちゃ久しぶりだったんですよ。5月なかったから。お久しぶりの1ヶ月ぶり。多分最後に出たの4月十何日とかだったんですけど、お久しぶりの。まあね、5月はいろいろね理由もあってできなかったんやけど、6月はねそういう理由もないので、いろいろねイベントとか公演ができたらいいなって感じです。ありがとうございました。初めて公演行きました。お、ありがとう。昼はね普通のまあ通常公演で、夜がマイキューの生誕祭でした。楽しかったね楽しかったね。でも結構昼とかは私のファンの方も結構来てらっしゃってて、ありがとうございました。夜もねなんか多分マイキューの生誕だったんだけど、マイキューのね、いや同期だからすごいコールとかもいただけて嬉しかったです。ありがとうございます。まあ手紙の話はまあまあ置いといて楽しかった。なんか声ガサガサじゃない、私多分ね直した方がいいと思う。飲み物飲んで、ここにね2種類か3種類ぐらい飲み物があるんですけど、さっき買ったんです。北海道限定ガラナと、また迷ってナポリ、さっき飲んだ。めっちゃ炭酸強かった。サーヤンと一緒にコンビニ行ってきたんですよ。でサーヤンエナジー好きだから教えといたそうね、広島だけどなんか今売ってた。多分全国に売ってると思う。ツアーで北海道行った時にガラナを買った気がするんですけど、ちょっと飲んでみようかな。失礼します。チャリーン。失礼します。いただきます。失礼します。うん、美味しいっすねなでも結構炭酸きつめ。やばい、コメントをスクロールしようとしたら間違えちゃった。すいません、ちょっと止まってたかも。お見送りでリネタがマスクいいねって褒めてるの初めて見れた。だって私今日リネタン出てたから、お見送りリネタンだったんですよ、隣がね。いやリネタン今日良かった今日夜はねメガネで公園出ててね、まあ、ちょっとメガネなんか若干なんかシワシワになってたって言ってたんだけど、メガネで公演してなんかいいね。メガネっ子でも土入りのメガネだからあれだねね、伊達目でなんか公演できたらいいのね。かわいい。あれそう、リータはメガネで公演してました。私も昔コンタクト忘れた時に
メガネで出ようかみたいな話になったことあるんですよ。でもね、なんかその時はね出なかったんだよね。しかもあの私目が結構なんか奥まって見えるタイプのメガネっていうか、基本公園メガネダメなの。基本そうですね、今回は想定外、まあねちょっと大変だったからメガネしてたけど、基本はそうね、みんなコンタクトにしてるかも。マカリンさんなんてあの何 ICU だっけ、レーシックじゃない、何してるしね。私もコンタクトしてます、今もつけてます。 ICL か、 ICU じゃない、すいませんね声ガラガラだったら。今日はね久しぶりの公演だったからね、ちょっと喉が若干やられておりますが、楽しかったな。ユニットもね披露したんですよ今日は。なんかカナダレって日替わりでユニットをとユニット曲披露するんですけど、なんかあんまりやっぱ人数が多いからあんま回ってくることなくて、私もね多分まだ片手で数えるぐらいしかユニット披露したことないんだけど、今回はねあの日から僕は変わったをやりました。クマありがとう。チンチン、あの日から僕楽しかった、いい曲ですね。あれは昼の MC マイキューとの二人回し面白かった。あーね、なんかマイちゃん MC 回してよって言ったら、なんかじゃあ二人で回そうって言われて、でも二人で回してあれも回してたのか謎だけど、楽しかった、いい公演でございました。昼も夜もありがとうございました。昨日ね、あのノットイコールミーさんが広島でツアーをねやられててね、あの広島の夜公演にねあの見に行かせていただきました。なんか他のグループのさんのライブってこう初めから最後までちゃんと見るのってあんまりないから、現地ですごいね貴重な経験ができました。うん、めちゃくちゃ楽しかったです。もうずっと見てました。パセリと二人で行ったの、いや、あやぱんとパセリとソラハとマネージャーさんと行きました。夜はねみんなで見ました。ノイミーに教えるの、ノットイコールミーさん、なんかみんなメンバー皆さん好きなんだよね。うん、でも富田奈々香さんね好きなんだよな。でも全員決めれない。よかった、めちゃくちゃなんかすごいね、なんかあこれはいいなって思うことがいっぱいあった。箱推し、そうですね、箱推しってやつですかね。なんかめちゃくちゃ演出とかすごい、もうなんかこれはいいなみたいな。でも多分あんまりネタバレになるからあんまり言えない
あんま言えないんだけど、すごいね、勉強になりました。だからね、今日の、まあ、その次の日がね、公演だったので、もうね、頑張ろうっていう気持ちで頑張りました。よかったよかった。なんか他の48さん、48グループの公演見に行きたいなと思いました。 STU 以外のね。思いました思いました。そんな気持ちでやっております。今日はどこのグループを見てみたい。どこのグループ、コンサートとかだったら HKT さんかな。公演はね、 NAB さん見てみたいな。まあ、もう全部見たい全部見たいね。でもなんかアイドルになったから、こうすごい公演とかライブ見ててもなんかちょっとだけ違う目線で見てしまう自分もいる。いや、見れてよかったすごいね、充実した2日間でした、今日含めて。STU もね、ツアーが始まるから楽しみですね。ツアー皆さんどういうのが見たいですか？あ、今日の MC でも話してたかな、私ちょっといなかったんだけど、皆さんはどういうツアーが見たいですか？うん、初めてやる曲のみで構成。おお、すごい新鮮でいいね。でもなんかノイミーさんのツアー見て、やっぱね、セットリスト全部自分たちの曲だけでやってたけど、だからでも構成とかがついてるとすごい。ね、多分たくさん見てる方とかも新鮮に楽しめるツアーになってるんだなって思いました。だからね、自分らもそういう風にね、なれたらいいね。ツアーまでにね、頑張っていくか。おきちゃんのパフォ元気系です。なんか好き。嘘。個人的にはね、可愛いをイメージしてやってるんですよ。でもなんか今日ツイッターなんかエゴサしたらなんか暴れてるみたいな、なんか暴れてるみたいな書いてあって、じゃあ暴れてはないんですけどね。どこだろう。考えたんやけど。ちょっとね、身に覚えはなかった暴れたっけなって、 MC かなちょっと身に覚えが全くなさすぎて、もしかしたらどっかで暴れてたのかもしれない。暴れた覚えはないうん、ただ
ありがとうございます。じゃじゃん、ドドドン、よいしょ、書こうかな。ありがとうございます。虹のタワー、なんか J-POP のメジャータイトルランキング第10位ぐらいが虹だった気がする。ハッピーバースデー、ありがとうございました。虹が現れました、私の配信に。ありがとうございます。ありがたや、ありがたや。昨日もね、なんかいっぱい予定があってね、まあ、スペイベもあったんですけど、スペイベ終わった後に、今ね広島で東華さんっていうお祭りがやってて、もうそろそろ終わるのかな、2日ぐらいからやってるんですけど、 2,3,4 もう終わりか、多分そろそろ終わってるんですけど、東華さんっていうお祭りにね、なんかマイカーメンバー、まあ行けるメンバーだけで行ってきました。スペイベがねあって、スペイベがそのユニットごとだったのでちょうど全員いてね、でトカさんじゃあ行ける人みたいな感じで、オキさん誘ったの、え、最初に誰が行きたいって言ったんだとか、なんか LINE グループで誰かが行きたいって言ったんだよね、なんかリコチとかそこら辺な気がする、ココアさんとか、もうね人が結構多かったね。お昼、夕方前ぐらいに行ったんだけど楽しかったです。もう多分ココアさんか、ココアさんが行こうって言ったんですけど、あまりに人多くて、結構大きいから、しかも場所的にもなんか一周回るのも大変なんですよね、結構歩くんですけど、一周回ったらお祭り飽きたっつってでも私たちもね、もうやっぱなかなかそんな3時間以上もいるところじゃないから、その大人数だとね、だから1時間か2時間ぐらいで解散しましたでも結構食べたかも、私何食べたかな、ベビーカステラとか買いました。公演終わりに行ったけど10分で諦めました。いやー結構大変だと思うね、箸巻きとか人生で初めて食べました。あ、こういう感じなんだって思いましたね。かき氷とかみんな食べてた。でもなんかこうお祭りって大体2人とか多くて3人で行くのがやっぱベストだと思うんですよね。でもこんな5人とかそんぐらいの人数で行くのってね、なんか中学生以来とかでなんかすごい懐かしかった。楽しかったですよ。でも可愛いなって思いました、メンバー、こりゃ可愛い。そんな感じでね、昨日はもうすごい謎にいっぱいスケジュールを入れてしまった、だから昨日めっちゃ歩いてボウリングもしたから、スペイベで体が今日バキバキ、公演終わりストレッチしなきゃ
でもなんか夏って感じでいいですね。夏が始まる。ボウリング何点だったの？ごめんなさい、あんまボウリングね、なんか覚えてないんですよね。やっぱ私スポーツが苦手だなってことだけは分かったんですけど。なんでまた今度プライベートでボウリング行った時に最新の点数を教えますね。なんか難しいね。楽しいと思うにはやっぱ技術が必要なんだなと思った。すごいね、足でまといすぎた私が。プライベートで行くんだ。まあ行ける時があったらいつか行きたいね。でも4位でした。あ、3位かな、3位か4位でした。意外じゃない？意外っていうか、まあ私以外が点数良かっただけなんだけど。そうなんですよ、ありがたいね。もっと大勢の人としたら楽しいかもね。なんか一人少ないと一人の点数の重みが重要になってくる。もう投げることが恐怖。私はやっぱ応援係に徹してるのがいいですね。もうダメだよね、このやる気のなさ、このスポーツへの。ダメ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 、精神だけはやる気で満ち溢れてなきゃ。精神だけは。なかなかね、意識がね低い。よろしくない、よろしくない。スポーツ最高。もっと楽しんでね。いやいや、楽しみましたよ、それはもちろん、それはもちろん。でもなんかソラハとかもめちゃくちゃガチってて、こういうなんかこう勝負ごとに熱心になれる人に私もなりたいなって思った。本当になんかもうソラハ確か2位だったんですけど、1位になれなくて若干泣きそうだったから、なんかこんなすごい、なんか多分もう昔から剣道とかもね、しっかりやってたんだなって思うとすごいなと思います。クマありがとうございます。私なんかダメだよね、負け癖逃げ癖がついてる。もうねこれね直さなきゃいけないと思ってるんだけどね、なかなか。シャトルランとかもね、もしかしたらまだ走れるかもしれないんだけど、これじゃやったらしんどくなるんではないかって思ってね、なんか走るのやめたりとかしてたんですよ、学生の時。でも本当にね良くないと思ってるんだ。スポーツも徐々に好きになっていきたいですね。好きになっていきたい。マイカーの声でも一応リーダーなんです。でもマイカーのスポーツ要素もほとんど他のメンバーに任せっきり。頑張ります。今年の目標。やってみたいスポーツは何かありますか？いやー何ですかね、今のところは。そうですね、あ、スケートとか、スケートとかかな、やりたいかも。広島ってスケート場あるのかな、
ってみたことあるってこと。なんかめっちゃ昔にちょっとだけ習ってたんですけど、もう本当習ってたって言えないぐらいの、あのちょっと。でも唯一って言うとあれなんだけど、楽しいと思った体を動かすことだった。ちっちゃい時だったけど、めちゃくちゃちっちゃい時です。小学校1年生とか2年生ぐらいの時だけど、もうそれ以来滑ってないんで滑れないと思います。でも結構地元の人たち結構好き、スケート冬滑り行く人とかいたな。初耳、言ったことなかったっけ。言ったような気がするようなしないようなって感じ。もしかしたら言ったことなかったかも。まあそうなんですよ。まあ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 、その話は置いときましょう。ファンとバレエ大会、なんか男女差が出るものはあんま良くないんじゃないの。私なんか昔バレー部だった時に、その女子バレー部と男子バレー部が隣り合ってたんですけど、男子バレー部のそのなんかキャプテンとかのなんかサーブが当たってきたことがあって、背中にめちゃくちゃトラウマなんだけど。もうバーサーみたいな、いやーみたいな、怖い怖い。ドッジボール大会がいい。ココアさんガチのドッジボールやってたらしいよ。普通の遊びのドッジボールじゃなくて、あのこうやって持つタイプの。なんか大会出たみたいに言ってたけど、小学生の時。ワンちゃんドッジボールもいいんじゃないかな。へいへいみたいな。お母さんボウリングもめっちゃすごかった。なんか一人スコアズバ抜けててびっくりした。多分メンバーで1位だったんじゃないのかな。なんか賞品もらってた気がする、スコアが1位だったから。いやスポーツ好きなんだろうね。100超えてた。100が超えたらいいんですね。なんかあんまそれも分かってなかった。じゃあすごかったんだな、ココアさん。100超えてた気がする。確かに。すごいね。もうイメージ通り。さすがすぎますな。まあ次いつねボウリングするか分かんないんですけど、次会った時は、ね、そこそこ投げれるようにしたいですね。ピンに当たるように。今日マイキューの生誕祭でなんかマイちゃんがフラワーお花と花冠持ってたんですけど、めっちゃ可愛くてびっくりした。うさぎ DMM 見ました。なんかうさぎの人形ついててめっちゃ可愛かった。なんかすごいそのなんかそのうさぎの顔がめっちゃ可愛くて、もうねなんかめっちゃ動画とか撮ってた一人で。可愛かった。持って帰ってもいいって言ったら怒られた、ダメって。ねえねえって言ったら、あれ可愛いね、うん、非売品なのかな。買ったらダメやけど。
マイケルとさっき LINE してて、映画をね見に行きたいって話をしました。マリオ、マリオ、なんかあの人クッパじゃない、なんだっけ、クリボー好きじゃないですか。クリボーが動いてる姿をね見ようって話になって、マリオまだ見たことないのでちょっと行ってみようかななんて思ったり。ゲームしたことあるの？ゲームはねもう世代よ、マリオ、あの9個ぐらいステージあるマリオの方、ゲームあれもやってましたよ世代ですよ、世代世代。その古いやつとか新しいやつはやってないけど、あの一番のポピュラーな、私がその世代だからポピュラーって思うのか分かんないけど、ポピュラーなやつ DS です。そう DS のマリオはやりました。あとマリオカートとかもやってました。うん、あれやってたらもう話っていうか大体は理解できてると思うんだ。やべ、言ってみたいな。行こうねって話をしました。行くのが楽しみです。でも結構メンバー何人か見たって言ってたの。うん、なんかゲームのまんまみたいな言ってた楽しみですね。見たら感想を言います。マリオ得意な方だったの。うん、下手ではないと思いたい。え、どうなんだろう、他人のマリオの技術を知らないからな。うん、でも無理にコインとか取ろうとしなかった。あのコインっていうか何、スターみたいな、あのでっかめのコイン3つぐらい、あのコンプリートしなきゃいけないやつ、あれとか全然気にせずクリアしてたタイプチャチャンチャンチャチャンチャンチャンチャ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 じゃ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 んじゃんじゃんじゃぷん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃじゃじゃち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 ゃらら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 ん、ちゃちゃん。ちゃん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 、テレレレテテテテレレ、この3つぐらいしか音楽覚えてないんだよね。聞いたら思い出すのかな。他のなんかボスのステージとかどんな音だったかなみたいな。あんなにクッパと対峙してるマリオのステージはめっちゃ思い出せるのに全然音が思い出せない。海も思い出せない。なんか南国チックな音だよね。思い出せないな。あ、待って、今頭にひょって
出てきたやつ、なんか多分8、いや炎系って9か、9のステージのなんかどっかのステージの音が今降ってきた。ちゃんちゃーん、この1音だけ降ってきた。それちゃんちゃーん、なんかこうこういうさ、こうなんか回ってるのが邪魔をしてくるところ。ちゃんちゃーんみたいな。でもそっから続きが分かんない。え、分かるって言ってる人いるよ。すごいね、任天堂マニアですね。私のマリオのイントロドン、それが覚えてないな。でもクッパのところ、そう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 、あとはちょっと覚えてないですね。でもめちゃくちゃハマってました本当に。なんかやっぱメンバーとかってこう同世代のメンバーが多いから、やってたゲームとか、小学生の時って携帯がそんなになんかあんま発達してなかったから、私も持ってなかったからずっと DS だったんですよね。だからこうメンバーとめっちゃやってたゲームとかがめっちゃ被って、めっちゃその話で盛り上がるんですけど、まいちゃんってあんまゲームしてるイメージないじゃないですか。まいちゃんにあのね、そう、女子の間でめっちゃ流行ってたなんかファッションゲームがあるんですけど、わがままファッションガールズモードっていうゲームがあって、で唐突にね、なんかそのゲームの話をしたくなって、わがままファッションガールズモードって知ってるみたいな、え知っとるよみたいな、店員さんがこういう手の動きするやつじゃろうって言われて、えみたいな、どういうことみたいな、そこまで覚えてなくて、なんか YouTube で探してホラーみたいな言ったら、店員さんがなんかこうやって、あなたすごいじゃない、服が一着売れたわって話しかけてきてて、えこんなん、だって小学生の時に流行ってたゲーム、こんなん覚えれるなかなかいないって思って、え多分同世代の人に誰に言っても伝わんないと思う。だからすごい、この人は天才かもしれないって思った。これを覚えてなかなかない。男の子は何やってたんだろうね、その時の DS のゲーム。私トモコレとかやってました。トモコレでまず自分を作るんですよ。最初に12、友達コレクション知ってます？やったことある人、えどんぐらいいるんだろう。結構ね、まあ、ファンの方、私のなんかお父さん世代の方とか多いんだけど、あんまやらない？なんか子供向けだったのかな、もしかして。友達コレクションやったことある人います？でなんかね、自分の友達、自分でアバターいっぱい作って、そこになんかマンションに住まわせて、会話したりとかお世話したりとかするゲームなんだけど、なんか小学生とかの、まあ、ファミリーにめっちゃ流行っててやったんですよ。でトモコレなんか大体なんか最初に作るアバターが自分のなんか分身みたいな存在で、なんか言われるんですよ、その分身みたいなアバターに、あなたと私めちゃくちゃそっくりですねみたいな。だからなんか愛着が湧くんですよね。なんか作るアバター自体はもうめっちゃ30個体以上作れるんですけど、なんかね、一番最初に作った子はすごい特別なんですよ。だからもうなんかめっちゃお世話するんですよ、過剰に。なんか好きな食べ物とか嫌いな食べ物とかこうデータ化されるんですよね。個人によって違うんですけど、だからトップ3とかまで出るんですよ。で好きな
食べ物あげたらめちゃくちゃ喜んでくれるから好きな食べ物あげるんですよ。で、まあ、妹作ってお母さん作ってお父さん作って友達作ってみたいな感じ。割となんかリア友しか作んなかったんです。架空の人物とかを作ることなく。で、いや嫌いな食べ物とかもあげれるんですよ。で嫌いな食べ物をあげたらなんかめちゃくちゃなんか苦しむんですよ。こうパパパパパみたいな、こんなまずいものを食べさせるなんてみたいな感じで落ち込んだりするんですよ。でなんかこう親と喧嘩した時とかにあの DS で友達コレクションであの親のアバター行ってもうほんと最なんかちまちました仕返しなんですけど、あの親のアバターにあのなんか牛乳嫌いな食べ物トップ1が牛乳とかだから牛乳ポイってあげて食ってめちゃくちゃ暴れもあるんですよ。そのでそれでねあの仕返しみたいなしてました。大体なんか怒られた理由が多分ゲームをしすぎみたいな理由だったんですけど。で結婚とかもするんですよ。私お父さんとなんか私がね、あ私のアバターがなんかなんとかくんに恋をしましたみたいな、お父さんの名前言ってるんですよ。みたいな、お父さんみたいな、私がお父さんのこと好きって言ってるみたいな、告白させろって言われて、そう自分で選べるんですよね、告白をさせるかさせないかみたいな。試しにだからその一大イベントなんですよ、友達コレクションの中でその告白イベントみたいな。で告白の仕方とかも選べて、なんかどうだったかな、あんま覚えてないんだけど結ばれた記憶がある、友達コレクションで。でもなんか最終的に別れた記憶もある、ちょっとあんま覚えてないんだけど。そうだから身内しか作ってないから身内だらけでなんかねすごいあの昼ドラみたいな。いや今やっても面白そうですね、友達コレクション。そうそうそう、何気にねバラエティに富んだゲームでしたよ。そんなのやってましたね。リズム天国やったことありますか？あります。リズム天国ゴールドやってました。でもあんまりにリズム感がなさすぎてなぜか絶対クリアできないステージが多くて、そういう時はねなんかチートキャラみたいなのに話しかけたらそのステージを合格したことにできるっていうなんかすごい素晴らしいキャラがいたのでそのキャラに話しかけに行って、多分そうだった気がする、あの合格したことにしてクリアしました最後までなんか意外に難しい、ちっちゃかったからかな、なんか難しかったよね。脳トレも流行った。脳トレやってたかも。何やってたかな。なんかめちゃくちゃもうカセットとかいっぱいカセットの収納ケースに入れれるぐらい集めてたけど、何持ってたかな。動物の森持ってましたよ。おいでよ動物の森。ちゃ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 ピロロ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 ロあの動物の森起動してあのオープニングで家が映し出されてゲームスタートってボタンを押したらあのベッドにいる自分のアバターが起きてロードが入って家から出てくる、家から出てきてゲーム BGM が流れるっていうあのモノマネです
いやね、動物の森はね、 BGM がめちゃくちゃいい。なんか今でもたまに聞いたりする。すごいね、めっちゃ落ち着く。なんか本当にめっちゃいいんですよ。なんか時間帯によって昼の音楽、夜の音楽、早朝の音楽、夕方の音楽とか結構あるんだけど、なんか全部いいんだよね。なんだろう、すごいいい、癒し、うん、お、虹が出ました。ありがとうございます。50代独身さん、ではタワーのお礼を書きます。なんで今日は虹が2つもかかったんだろう。ありがとう。ララララ、虹が空にかかって、君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。50代独身さん、虹のタワーありがとうございます。虹が咲いたっていう言い方はおかしい、なんて言ったらいいんだろう。虹ってちょっとかかるだ虹がかかりました、うん、ありがとう。うわ、なんかゲームやりたいね。久しぶりに DS とかやりたいな。虹がかかりました、ありがとうございます。スイッチさ、お母さんにあげちゃってさ、もう今家にゲームないんだよね。コロナの時はね、もう本当に暇すぎて買ったんだけど、そう、お母さんにあげたんですよ。なんか前帰省した時に、そう、お母さん何してる？お母さんはお湯盛りやってる。お湯盛り？あれ？集まれ？集まりだ。集まりやってます。そうそうそう。あの時期みんな島にいた。そうなんですよ。島行ってたね。なんかその島に行くグループとか作ってるメンバーとかいて、私その時スイッチ持ってなかったからめっちゃ羨ましかったんだよね。コロナでメンバーとも会えてないのに、なんか島で会ってるメンバーがいるみたいな羨ましいとか思ってたんだけど、結局ね、でも今すごいアンピーとかめっちゃゲームやってる。何やってんだろうと思うけど、何のゲームか分かんないんだよね。うん、ポケモンなのかな。でもポケモンなんか新しいの出るたび結構メンバーやってますね。オープンワールドのゲームとか、うん、DS もう一回流行んないかな良くない？ DS、 あのタッチペンが懐かしい。最近はゼルダ、ゼルダの伝説ですか。なんかメンバーと話しました、この間。何の話したっけな誰かがなんか最近ゲーム実況見てるんだよね、ゼルダみたいな。なんか私が、あ、伝説みたいな。
なんか私ゼルダのことをなぜかゼルダって呼ばずに伝説っていつも呼んじゃうんですよ。あーなんか伝説最近流行ってるよねみたいな、なんかそれがおかしいっていう指摘をなんか受けました、結構複数人から。そこを取るものじゃないみたいな言われました。あそうなんやって、私あんまやったことないからやったことないから知らなかった、そうなんだゼルダの方を取るのねってその厳しかった。いいね、ゼルダの伝説。結構でもね、ゲームか最近やってないなうん携帯でゲームしたりしないの。なんかたまにやる脱出ゲームとか、なんか携帯でできる面白いゲームってなんか結構限られてって言ったらあれだけど、なんだろう、なんか私多分放置ゲーとかソーシャルゲームがちょっと向いてないタイプで、七並べしか、いや七並べね、ハマれたらねめっちゃハマる時があるんですよ。で新幹線でなんかめっちゃやりたくなる時とかある私ね七並べいるけどね遭遇したことないでしょ、あんまり。私とあんまりっていうか、でもね、あのね、実は朝5時とかに2回ぐらいやってたりするんですよ。でも一時ね、一時、そう、忘れもしない、なんかイベントの時に、なんか一生分やったんですよ。一生分やって、なんか一生分ねやってしまったんですよ。それでね、なんかしばらくちょっと置いてたんだけど、あ確かにちょっとやりたくなってきた。やりたい。でもね、なんか時間を合わせるの得意じゃないんだよな。勝手にやってたらでも嫌だよね。嫌っていうか一緒にやりたいよねなんかできればいいのに、今ログイン中ですみたいな対戦しますか。じゃあ当たったら報告します。ぜひあの称号手に入れてください。うん、ログイン通知めっちゃ欲しい。うちのお父さんは結構やってますよ、おきパパなんかお父さんと遭遇する方率の方がもしかしたら高いかもしれない。タワーありがとうございます。クマタワー、すごいなんか今日タワーが、おきパパも本人登場って出る、それはさすがに出ないっすねでもなんか私のすごいあの称号
持ってるんで気づくと思います。少々お待ちくださいませ。トートさん、クマトーありがとうございます。公演もありがとうございました。うん、忖度した方がいいですか。いや、真剣勝負でいきましょう。あのリアルスポーツは苦手だけど、ゲームなら、ゲームなら真剣勝負大丈夫です、頑張りましょう。ボーリングもね、ゲームだったら絶対足手元にならない気がするんだよな。なんかこうタッチペンとかでさ、こうやる。私だけオンライン参加とかじゃダメかな、怒られるかなあ、そう、 Wii とかの方がいいか。ここら辺につけてね、こうやってね。 e スポーツなんてね、言葉もあるから。ゲームをね、スポーツの時代ですよ。でも FPS 系とかはね、全然やったことないんですよ。あれやってみたいです、フォールガイズ。やったことない。一時めっちゃ流行ってたイメージ。そろそろ58分なんで一応読もうかな。フォールガイズ面白いなって、やってみたいな。じゃあちょっと読みます。13位ホックさん、12位ペルさん、11位スギアンさん、10位ボンボシさん、9位カズノリさん、8位シロクマさん、7位ゆるキャラアルコールさん、6位ジュンちゃん、5位ジェリーさん、4位アッチャさんでした。13位くらいまでの皆さん、ありがとうございました。そして3位50代独身さん、2位小鉢さん、1位トートーさんでした。50代独身さん虹タワー、小鉢さん虹タワー、トートーさん雲タワー、ありがとうございました。コメントしてくださった皆さんもありがとうございました。お疲れ様。うわ、投票したいことあったのに忘れちゃった。今日のメールで書いたことやらかしたぜ。まあそれはまたいつの日か話します。ありがとう、お疲れ様でした。疲れてるのにありがとう。全然全然、こちらこそ。バイバーイ、お疲れ様でした。ちょっと服が変わった。